私はもう上がりますので。え、いいんですか先輩。ラッキー。じゃあ使わせていただきます。どうぞ。では失礼いたします。もう上がんの？やば、さっき来たばっかりじゃないっけ。体のことがあるだろうし、無理できないってことなんじゃないかな。やっぱりあの目白ってことで気にはなるけど、さすがに背負ってるハンデが重すぎますよね、目白アルダン。そうね、危険を押して出走させることは必ずしも本人のためにはならない。あまりにもレースに向かない体だわ。決してすみません。少々めまいがしただけですので、もう大丈夫です。いけませんね、病み上がりであまり張り切っては。と、あら、タブレットは。拾ってくださり感謝いたします。そちら受け取っても？そんな、本当によろしいのですか、アルダンさん。出走枠はもうその一つきりなのですよね。であればそちらに。メジロアルダン、次回選抜レースにはダート 1200m にて出走を希望いたします。あなたの適性は本来芝中距離のはずです。可能性がないとは申しませんが、本来の力を発揮することは難しいかと。アルダンさん、数ヶ月待てば選抜レースは再び開催されます。そちらで本来の力を発揮できるレースに登録されては。その数ヶ月の差こそが肝要なのです。ダズナさんもうすうす分かっておいでなのではありませんか。馬娘が最も尊き舞台で輝ける時期には限りがあります。本格化によって充実した走力はいずれ必ず衰退の一途をたどる。入退院を繰り返し、選抜レースに出走さえできず、私は本格化を迎えて以降多くの時を空飛しました。これ以上デビューが遅れれば、ドゥインクルシリーズにて宿願を果たす前に私の全盛期は終わるでしょう。それは、それだけは看過いたしかねます。しかし
お心遣い痛み入ります、タズナさん。ですがもう決めたことなので、何とぞ出走登録手続きの方よろしくお願いいたします。